はい、えー、皆様、えー、こんばんは、えー、今日は令和2年3月の、えー、1日、えー、ボギーチャンネル私主催の、えー、ボギーテレコンでございます、えー、今日沖縄地方午後から大雨降ったんですけど午前中は本当に青空がねまぶしいぐらいの、えー、綺麗な空が広がっておりました、まあ、そういった中で午後から雲がどん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 湧き出しまして先ほどまで本当に大雨 降ってたんんでですけど今少し病んでおりま,すまあそういった南の島から今日もニュースの方をお届けしていきたいと思いますけど、まあ、沖縄県民がもうほとんどやっぱり知らされないというのは何かと言いますとやはりお隣の国はいお隣の国のやってることっていうのはほとんど沖縄県民には知らされることはございませんまあなぜかと言いますと よほど都合が悪いのかそれともメディアが忖度をしているのかまあそこのところははっきり分かりませんがなぜかあの国についてはネガティブの方はほとんど報道しないのがまあ沖縄のメディアというか日本のメディアだと思いますさてこれあの2月28日の CNN のニュースなんですけどねあの中国軍の艦船が 米軍哨戒機に軍用レーザーを照射したということでございまして、もうこれ、明らかな攻撃、はい攻撃ですね、はい、国際法上はもうこれ、攻撃になるんじゃないかと思うんですけど総理さん、どうもこんばんはんこでございます、西山さん、いつも徳のニラミルクティーありがとうございます、宮重さん、はい、どうもいらっしゃいませ、中佐カッパ君さん、えカズミさんもお見えですね、ラプテンさん、こんばんはんこ。はい まあ、そういった中でとんでもないことしいたということが、まあ、ニュースになっております、まあ。どういうことをやったかと言いますと、まあ、太平洋上空を飛行する米軍の哨戒機 P8、これはあの最新型の米軍の哨戒機ですね。これね、なんと軍事用のレーザーを照射していたというのがありましていやもう本当にこの中国軍というのは統制取れてるのかななんてね、私は思っております。ははい、い、えー、この米太平洋艦隊は 同日声明を出したと、まあこれ、司令部はハワイにありますけどね、中国海軍の駆逐艦がとった行動は危険かつ職業規範にそぐわないものだったと主張したということでございまして、そうですよね、風見さん、正直だからっていうか、よう、また、米軍機にやったもんだなと思いますよね。そしてこれちょっと怖いんですけど 兵器級のレーザーは航空機と艦船の乗員並び、そのシステムに対し深刻な損害をもたらす恐れがあると見解をしたということでございまして、はい、ダズラー、デスラーではなくてダズラーという名称らしいですね、はい、ダズラー、この光船の射程は極めて長いと、飛行機のコックピットを照らしてパイロットの目を一時的にくらませると。 いうことでございましたこれ米軍間違いなく動画とか撮ってると思うんですけどねこういうのはやっぱりどんどん秀樹さんがおっしゃるように公開すべきだという風に私は思っておりますネムチーさんそれから白神さんサンゴさんこんばんはンコでございますいやーしかしこういったね、まあ、いわゆる挑発行為というのを全く報道しないどころか我ら沖縄県知事玉城デニー知事はその中国に対しては非常に 何かシンパシーを持ってるようでございまして、以前こういったことを言ってますよね、中国政府が提唱する一帯一路の日本の出入り口として沖縄を活用してほしいと提案をしたということでございまして、いや、この人別に首相でもないんですよ、外交権持ってるわけでもないのに、中国政府に、中国の要人に対してですね、なんと、 えこの一帯一路のね入り口にしてほしい沖縄をですね差し出しますということを言っちゃったわけなんですよね。ガラスさんどうもこんばんはワンコでございます。はい。まあその背景には普からこのように非常に仲良くはい仲良くでございますよ。もうねどこのどこのね国の人間だと思うぐらい非常にべったりでございまして、ま最近冒頭の幹事長も非常に 皆さんからすると理解しがたい行動をとってますけどこの方もこのようにもう本当に寄り添ってるというかそうですね中佐香ばしいまさに、えー、賢者は、はい、賢者はえ冷たくあしない追い返せ、はい、そして愚者は手厚くもてなし土産を持たせようそうすれば、えー、賢者は国に帰り冷、えー、遇され 失脚する愚者はもてはやされ、えー、取り立てられそして我らが言うがままになるということでございまして、まあ、あの国に手厚くもてなされてるっていうことはまさに私は愚者だというふうに思いますよね、まあ、こんなこと全然はいこんなこと全然あのー、県民には知らされてないですし まあこの時に訪中したことの細かいね、成果とか写真とかも全く出されていないんですよね。なぜ写真も出さないのか不思議でなりません。どうせいっぱい撮ってるはずなんですけどね、動画および写真、いつかこれ本当に情報公開請求して撮っちゃおうかななんて思いますけど、サンゴさん、ボンクラには手土産ということでございまして、いや、本当に。 外交権持たないのがこういうね誤ったメッセージを中共に送ると本当にこの沖縄にねはい進出してくる可能性がありますでその知事は,はい今何をやってるかと言いますと辺野古に新基地は作らせない全身全霊で取り組んでいくっていうことでございまして全身全霊で取り組むのは 辺野古新基地は作らせないでございまして県民の、えー、生命、財産そして安心・安全を守るのは二の次、3の次と思っているんですかね全くそのコロナウイルスの対策についての動きは全然見えてこないですよはい、本当に来ない、まあ、その結果県内ではどのようになっているか見ますと まあこういう感じ。どこに行っても今こんな感じです。はい。本当にどこに行ってもこんな感じ。まあメディアが一生懸命これはね、あのデマですよなんて呼びかけているんですけど、人のやっぱり心理として、売れてたら今買わなきゃ、ね、またなくなるんだっていう、そういう脅迫観念があるんですかね。もうすぐ買っちゃう。テレビとか、はい。何かで見たあれで。 そういえば髪もなくなるってよっていう根も葉もない根拠を信じ込んで買っちゃう人が買ってるのを見るとまた自分も買っちゃうと,ということでございましてどん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 こういったのがねやっぱり広がっていって今止まることがございませんはいですから本来であれば、えー、玉城デニー知事はですね、はい、記者会見を開いてですねあのー、今マスクは確かに不足してはいるが えー、トイレットロールなど衛生用品、えー、子どもたちのおしめなどが品薄になることはないので、あのー、冷静になってほしいっていうふうにせめて記者会見でもすりゃいいのに何にもしない何にもしないんですよ本当に <laughs> この人本当にに基吉のことだったらもう何でもやるのにこういった大事なことをやらないだって 皆さん簡単ですよね、記者会見開いて今、昨今このようにトイレットペーパーや生理用品を、えー、なくなるということで、まあ、買い占めに走る動きは出ているが、えー、これはデマであり県民の皆さんにおいては冷静な対応をお願いしたいと県としても、えー、流通を確保するために、えー、全力でサポートをしていくというふうに記者会見すればいいのに全くやらない。 もう本当にこの人、沖縄のために何やってるんだと。ね、私、この人はやってないではなくて、もうやる能力がないんだというふうにね、私思います塩大沢さん、その通りり、ね、そんな知事を選んだのは県民なんですよ、ね。イメージで優しそうだからとか、いい人そうだからとか、基地に反対してるからって選んだ県知事が、結局はこういうふうに、 何にもしない、ね。いや、何にもできない。本当に能力の低い行政経験のないっていうところはやっぱりね、こういった時に臨機応変に対応できないのか、それとも反基地とかね、米軍がなんか事件、事故を起こしたらすぐ翌日に動くんですけどね。ボギー、中佐え、担ぐみこしは軽い方がいいです。軽すぎて浮いているのかなということでございまして。いや本当にもう 浮きすぎているというかね、もうあまりにもひどすぎる。しかしね、昔の人の知恵っていうのはすごいですよ。皆さん、はいこれはもうサンゴさんのね、あのお住まいになっているところにも、あのたりにもいっぱい咲いている花だと思います。これ、沖縄ではね、えー、一般的にポピュラーに見られる、ユーナの花でございます。非常にまあ可憐で な、えー、な花なんですよねはい、えー、これを、あのー、庭木として植えてる人もいっぱいいますし、えー、自然にこれ生えてて花がいっぱい咲いてる木も実はございますなんとなくハイビスカスに似てるような気もするんですが、あのー、ハイビスカスと違っていろんな色はないですね大体いいこういった色が非常に多いさてなぜこの木をご紹介したかといいますと実はこの木の葉っぱ はいい言うなと言いますラプンさんこの木の葉っぱがこれなんですけどあの非常に柔らかくてですね後ろになんかの細かいなんか本当にスウェードのような感じの細かいあの毛みたいのが生えていまして非常に肌触りがいいんですこれはいですからこれをね昔の人たちはいわゆるトイレット とととペーパーパ代わりに使っててたいいうことでございまして沖縄では,はい私も聞いたことあります昔はこれ使ってたよとあと新聞をくしゃくしゃにして使ってたよとかまあそういったお話を聞きますけどまあ先ほどのように可憐なね花を咲かせるユナはいユナの木がまあ昔はこの沖縄の人たちのいわゆる霜のお世話までしていたっていうのはなかなかわかんない ですよね、はい、セイラーさんがまた非常に素朴な疑問あのそれをどこに捨てるということでございまして非常に困ったもんでございますよね、まあ、昔の沖縄のトイレはいわゆるポットントイレでございましてポットンですねはいポットンでございます水仙ではございませんでした、はい、そしてあのふあの戦前のトイレはえトン車と一緒になっているところもございましてえつまりそのまま はいえー、そのまま出たものはそのまま豚の餌になるとかそういったこともあったようなんですけどねはいまあそこにそのまま、はいえー、木の葉っぱとして、えー、この木はあまりかぶれないみたい他の木はかぶれるのあるみたいなんですけどやはり肌触りがいいでしょうねはいそうですねサンゴハートさんポットンなんてあまり見ないですけど いやー昔のね、私のど湯中のやんばるのトイレはポットンでしたよ。だから夜入るとき本当に怖くてですね、ここの中に落ちたらもう生きて帰れないんじゃないかっていう、そういう恐怖を覚えた、はい、記憶がございます。さて、相変わらず大騒ぎをしている人たちの今日はご紹介をしたいと思いますけれど、今日はですね、はい、皆さんにお見せするのは、 はい、相変わらず大騒ぎをしている方々の姿でございまして、塩川港っていうね、いわゆる辺野古の埋め立ての土砂を積み出す港の入り口で騒ぐ人たちでございまして、まあ、この人たち、車がこうしてね、トラックが曲がってくると、その歩道の方に飛び出します。はい、飛び出しましまてこのように もうトラックの前に立って、ですよその通行を妨げるということでございまして、こうしてあの妨げちゃってるんですよね。はいまあ、妨げた上でですね、はい、何をしているかというと、大渋滞がやっぱり起きるわけなんですよ。はい、このようにやっぱり車止めちゃうと、まあ、当然ながら渋滞っていうのが起きるわけなんですけどね。まあ、当然あのそこを通る 車はこのトラックが止まっちゃうとまあこのような感じではいこのような感じで止まります止まっちゃうともう本当にしばらくこのトラックが動くまで車がね動かないということにやっぱりなっちゃうわけなんですよねまあそういった風にあのトラックが通れない間ずっとずっと一般車も通れないこういったのがやっぱり地的に やっぱ起きていいいるととうことでございますそしてこれだけじゃないんですよ実ははいこれはあのー、パッと見た感じ、まあ、道路をねあの通行してる車という感じなんですけど実はこの車いわゆる牛砲戦術をしてる車でございましてあのトラックが出ようとしてるところに来ると 途端にスピードをねあの落としましていわゆるアフリカマイマイのようにゆっくりゆっくりゆっくりと走らせて後ろの渋滞をお構いなしもう自分たちがね1秒でも、ね、1分でも車を止められたら俺たちの勝ちだという感じでこうして車を止めますはいこれもそうですねこうして。 一般車のふりをして、このトラックの前に来た途端、急減速。そうですね、これ、塩沢さん、これ、逆煽り運転でやってもいいんじゃないですか、これ。いや、私、ま、そういう風に思いますよ。これ、こうしてね、わざとコインにスピードを落として、通行を妨げるのは、ね煽り運転に含めて、謙虚しちゃえばいいんですよ。謙虚したら。はい。ところが、警察、今、もう、 打つ手なし、ね、この牛胞戦術に対して打つ手なしでございましてもう本当に通り過ぎるのをね見てるだけということでございまして本当にこれ渋滞すると思いますよ。はいこれもそうです。はいこれも。これもこうしてねはい3台ぐらい連ねてゆっくりゆっくり ゆっくりと出口の前を通過することによってトラックを行、まあ、かせないということをね未だにやっております。まあ、結果的にこうどうなるかと言いますとトラックがね簡単に道路に出られないしかしその代償としてその道路が渋滞をしてしまうということでございましていやーもう本当にね国って これそのまま放置してていいんですかというふうに私正直やっぱり思うわけなんですよね。はい。こういったことがまあ当たり前のように今行われておりまして、え警察が早く前に行ってください。えー、ここ渋滞してますよって声をかけても聞かぬふり。後ろが渋滞しようが何だろうが関係なし。これがね、皆さん。 沖縄の平和運動ですよ抗議活動。自分たちの目的のためだったら他人に迷惑をかけてもね構わないというのが彼らのやり方でございまして、えー、渋滞に当たった車はね巻き込まれた車は怒ってクラクションを鳴らします。でも全然彼らはひるまない。それでもゆっくりゆっくりゆっくりと。 トラックの前を通過して、はい、トラックが道路に出られないように邪魔をしまくるということでございます、えー。それだけではございません。はい、このようなこともやっております。はい、これはあの別の港なんですけどね。このトラックが入ってきて、はい、土砂を下ろすところの道に突然現れまして、こうして 更新を始めます。はい、更新を始める。トラックの前にね、はい。はい、こんな感じです。もう彼らがいるから、もうトラック前に行くこともできない。で、これがトラックがね、彼らを避けて、例えば横に出たとしたら、そこに今度飛び出てきますから。もうね、っ 全くこれに対しても打つ手がございません。まあ、打つ手がないというか、あえてそのままにしてるというかね、まあ、以前、ある、はい、ある大臣からのお話、ということで私のところに届いたお話が実はございます。私たち以前からこういったね、サンゴさんも含めて、以前からえこういった えー、法律を守らない、えー、不法な抗議活動に対しては法律をね粛々と適用して、えー、きちんと検挙していくべきだということをねやっぱり訴えてきましたその答えがなんとなんとですねいかに彼らが妨害しようとも工事は着実に進むとある程度彼らのガス抜きをして やる必要もあるだろうっていうニュアンスのお話が来ましてまあこれ本当にそのね関係者が言った話かどうか分かりませんけど私たちのところに帰ってきた話はそういった話が届きまして非常に落胆しましたはいつまりこういったね道路でまあ妨害されようが海の上で妨害されようが彼らにとにかくガス抜けをさせとけばいいその間に 工事を粛々とね進めていけばいいんだという考えを本当に上の方々が持っているのかなというふうに私は最初疑ったんですけど皆さんよーく考えてみてくださいねはい実際まあサンゴさんもね現場よく見てるんで分かると思うんですけど彼らが法律にのっとって検挙されたり訴えられるっていうことはほとんどございません ね、あまりにも過激なことをして過激なことをしてですねあの検挙されたとしても2日ぐらいですぐ釈放そして不起訴になっちゃう不起訴になった後にすぐまた現場に戻ってね同じことをまあ繰り返すというのがねずっとずっと続いてるんですで彼ら曰く不起訴になったということは自分たちの活動がはい 活動が正当な活動だかということを証明しているんだと、はい。釈放され不起訴になったら自分たちの活動は何も間違っていない。間違っていない証拠に俺たちは釈放され不起訴になったんだというお墨付きを与えてしまう。それがね、さらにこういった人たちが増えてくるということでございましてもう彼らはね、自分たちが何しても、ね、何しても 捕まらないと、はい、本当に何をやっても自分たちは逮捕されないし罰金刑食らうこともないんだと、ね、もうやりたい放題そういった状況を作ってしまった私は国の、ね、方針っていうのは非常にまずいと思いますよこれ沖縄以外で同じことをやったらまず往来妨害威力業務妨害そして 煽り運転でみんなね、逮捕されて、それなりに罰金刑食らわされるというふうにね、私思いますけど、いやはや本当にこの沖縄っていうのは、反基地特区なのか、平和特区なのか、いや、本当にこういった活動に対しての、えー、取り締まりっていうのは、ほとんど、ほとんどされてないです。結果的にどうなるかとと言いますと こういった工事に携わる工事業者が非常につらい思いをしている、ね、仕事をこういうふうに邪魔されても反撃どころか反論すらしていけないと彼らと万が一トラブルになったらどうなるかそれが発注元に知られたらお前はあの連中とトラブルを起こしたのでお前はもう仕事から外すと言われる。 本来トラックの運転手さんっていうのはね、まあ皆さんご存知の通り、結構男気。はい。あの結構男気ですよ。たくましくて男気でね、曲がったことが大嫌いな人ばっかりですよ。トラックの運転手さん。まあ中には関西なんとかっていうとこもありますけどね、沖縄のトラックのうんちゃんはもう本当に男気な人たちが多い。ね、腕しも強い。 そんな人たちが皆さんじっと我慢してるんですよ。何言われてもね、車叩かれようが、何されようが、ずっと我慢してる、なぜか。生活のためですよ、みんなね。ここでぶち切れて、彼らをね、あの、引き倒すようなことをしたり、ビンタとか貼ったらどうなるか。もう自分だけじゃなくてね、自分が所属してる会社そのものが、 仕事を失う可能性があるんですだからみんな黙ってる我慢してる警察も一緒ですよね勝手に動いちゃダメ現場の警察官にはい言われてる指示というのはとにかく彼らとトラブルを起こすなはい刺激するなです 現場の警察官に来ている指示はえ彼らを刺激するなトラブルを起こすなそれでございますですから逮捕なんか勝手にできないんですよもしこれがね違法行為を見つけたらどんどん逮捕していいという指示が出てるんだったらガチガチやると思いますよそうじゃないんですね彼らを刺激するなそして あのトラブルを起こすなトラブルを起こすとどうなるか以前ありましたよね沖縄であの北部の方で、ね、活動家の方々と弁護士の行く手を警察が不さいだとそれがなんと、えー、その弁護士に沖縄県警が訴えられましてなんと一審、はい、一審で地裁の判決を、ね、当時の、えー、県のトップである小長知事が そのまま受け入れてしまって確定させてしまった。つまり警察からしてみると県警のトップは自分たちを守ってくれないっていうのをはっきり分かってるわけです。ですから正義感に駆られてこの違法行為を正すような行為を取ったとしても、万が一、万が一ですね。はい、彼らが逆切れをしてその警察官の行為をね逐一チェックをして えー、暴力だとか汚い言葉で侮辱したとかそういったことで訴えられたらその警察官どうなるか降格で済めばいいですよ降格で済めば下手したら左遷ですよ、ね、左遷そういった警察の一線から外されてどっかの官職に行くとかねはい どっかのなんとかセンターの受付に飛ばされるとかそういったのがあるんですだから警察官も勝手なことができない海の上も一緒ですよねサンゴさんはい海の上も一緒です目の前で違法行為が行われているのに海保は逮捕しませんね海保のいわゆる指示にも従わずに爆走して止めたとしてもお咎めはありません入っちゃいけないところに入ったところで 謙虚されることもございません優しく安全なとこまで運んでそれで終わりなんですよ。ですから海にしろ、ね、陸にしろ現場の方に出ている指示というのはとにかく彼らは刺激するな彼らとトラブルを起こすなでありましてそこで法を厳粛に執行せよでは ありません残念ながらはい。そこで法にのっとって厳粛に執行せよと言われてたらやると思いますそうじゃないんですよ彼らを刺激するなトラブルを起こすなそこにはね、違法行為を逮捕するというそういった本来の目的はございませんそして工事は まあ、上の人が言ってるように粛々と確かに進んでいますけどその陰で非常に辛い思いをしている人たちが、えー、たくさんいることをね、えー、皆さんにはやっぱり分かっていただきたいと思っておりますということであっという間の30分お話しさせていただきました明日は月曜日なんでねはい、21時から放送でございます はい、そして19時からまたさくらの方でもいろいろお話しさせていただきますのでよろしければまたご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございました。